実業家の堀江貴文氏、49、が23日に自身の Facebook を更新し、音楽デュオを解散したことを明かした。堀江氏は、一緒に仕事してた人が新コロナワクチン打たずに2回もまあまあひどい症状なってるの知って愕然としてる。それでも打たないって頭悪すぎ、社会悪、当然縁を切った。反ワクチンの人自主的に静かに私から縁を切ってください。ストレス溜まるんで、と投稿。また、あとクソみたいな反論する奴は即ブロックする。あと、リアルにも書い。痛くないのでブロックよろです、とも記している。これに関連し、ホリエモンセオセオ、として音楽デュオを組んでいた、セオセオがツイッターを更新、ホリエモンセオセオは解散となりました。理由は私がワクチンを打ってないから、堀江さんはそれが許せないそうでブチ切れで絶縁すると。尊敬する堀江さんですが、そこまで個人の行動を合わせることはできないので仕方ないです。ワクチンって個人の判断のはずですが実態は違うんですよね。マスクと1。おや、とツイートした。その後も、ちなみに私は反ワクではありません。インフルエンザなどいろいろなワクチンはこれまでも打ってますし、子宮頸がんワクチンとか賛成だし、コロナワクチンも両親は打ってもらってます。単純にその人に必要か不必要か、それぞれ自身で判断すれば良いという考えであり、誰かに強制されるものではないと思ってます、などと、自身の思いを語っていた。We'll be right back.